秒ブンチか。大会が始まってからまだ一度も試合に出てないぜ。しかしエースをベンチに置いておけるなんて余裕だよな。武蔵 FC は1000人以上の中から選ばれたエリートの集まりだからね。まあいくら未遂が出てないとはいえ、この試合の勝者と明日うちは戦うんだ。しっかり見て研究しておけよ。美杉くん、どうして？翼くん。あれ、弥生ちゃん。翼くん。できない？え、本当はお医者様に激しいスポーツはしてはいけないと言われてるんだけど、どうしてもこの大会が終わるまではって。だからいつも少ししか試合に出なかったのか。お願い翼くん、キャプテンにとっては一生のうちの最後の大会なの。だからどうしても優勝させてあげたいのよ、翼くん。だから明日の試合は。それはできないよ、翼くん。俺もこの大会に優勝することが夢なんだ。そしてロベルトと一緒にブラジルへ行ってプロのサッカー選手になる。相手が誰であろうと決して負けるわけにはいかないんだよ。それに美杉君も俺が力いっぱい戦ってあげた方が喜ぶと思うよ、翼くん。大観衆を集めましたここ読売ランドサッカー場。注目の準決勝第1試合、富良野対明和 FC の試合は間もなく始まろうとしています。ここか。さて、うちの試合はどうなってるか。